先輩、大変です。上司さんが。ああ、また無茶苦茶言ってんのか。いや、違うんです。上司が2歳になりました。うん、なんで。抵抗ペンギン。衝撃、バーコードに隠された数字の秘密、世の中の数字の雑学光線。上司さんってマザコンじゃないですか。だから日課の赤ちゃん帰りをしてたらしいんですけど。クソ日課だな。やりすぎて物理的にも赤ちゃん帰りしちゃったみたいで。なんで。さらに最悪なのは。ペンギン、これ何？あれは、それ何？今、なぜなぜきっぽくてすごい聞いてくるんです。おじさんのなぜなぜき、キッズ。早く元に戻したいんだけど。どうやったら元に戻るんだ、これ。戻す方法が一つだけ。それは？なぜなぜにちゃんと答えることで上司を成長させるしかありません。マジでなんで。こっちがなぜなぜきになってんだけど。原稿用紙、これ何？ああ、それは原稿用紙だよ。原稿用紙って何？遅刻した時に反省文を書くためのものだよ。それはお前だけ定期。原稿用紙だと意外と文字数多くて書くこと困るんだよね。1万400字ですもんね。なんで400字なの？え？言われてみればなんでだろうな。ババア。上司の体がさらに縮んで。あ、ちゃんと答えられないとさらに赤ちゃんに戻っちゃいますよ。どういうシステム？このままだとうるさいし、どうにか答えないと。どうやら明治時代の作家のズルを防ぐために400字詰めにしたみたいだぞ。ババ。作家の原稿料はページ数によって支払われていたらしいんだが、文字を大きくしてページ数を稼いで原稿料をかさ増しするやつがいたらしい。なるほど、それで原稿用紙を生み出したんですね。ちなみに400字にしたのは江戸時代に書かれたお経が400字で読みやすかったからだそうだ。なるほど、戦学なので勉強になりますね。は？ちゃんと答えられると大人に近づくみたいですね。人体そんな面白くできてねえだろ。ジョギンスプレー。あんがー。あー、また赤ちゃんに戻っちゃった。なぜなぜに答え続けないと時間経過で戻っちゃうみたいですね。あんがー。なんか泣き止まないな。お腹が空いてるのかもしれませんね。とりあえずミルクでもあげますか。まさか会社の上司に注入する日が来るなんてね。新たな拷問かよ。とりあえず哺乳瓶除菌して。なんで。え？ 99% 除菌なのなんで、 100% じゃないのなんで。言われてみれば確かに。 99% とか余力残さず 120% の結果出さないのなんで。疑問とともにブラック思想も湧いてきたぞ。これ調べて出てきますかね。もう実際に聞いてみたらいいんじゃない。え？ってことで上司を赤ちゃんから戻すために教えてください。うん、どういう状況なんですか？至極真っ当な疑問。一応 99% なのは 100% と書くと法律違反になるからですけど。そうなの？完全を意味する用語、完全とか 100% などは使用してはいけないんです。へえ、そんな法律あるんだ。他にもお客様の利用方法次第では除菌できない可能性もあったり。確かに。発見されてない未知の菌がいる可能性もあったり。 100% って言って除菌できなかったら問題だしな。訴えられてしまうと困るので、そういう書き方にしてますね。なんかいろいろと世知辛いですね。まあでも一番の理由は法律で決まっているからですけどね。完璧な回答だし、これで上司も泣き止んで成長。いやー、赤ちゃんのままじゃん。何か気に入らない点があったのかも。法律ちゃんと守るのなんで。は？売上のためなら法律無視してでもやるのが会社。生まれながらにして思想が黒すぎるだろこいつ。地方銀行。ほんと泣き続けて困ったね。キャッキャ。サビ残してるタイムカードを渡したら泣き止みましたけど。どういう赤ん坊なんだよ。早くオフィスに戻って休み。うわー、なんだ。うわ、また来た。今度はなんだ。数字のついた銀行のなんで。そういえば数字のついた地方銀行ってちょこちょこありますよね。いわゆるナンバー銀行ってやつだね。これは僕知ってるよ。え、本当ですか？明治政府が国立銀行を建てた時に設立順に番号を振って名前を付ける方式だった名残なんだって。じゃああれらの銀行って普通銀行になる時にそのまま名前を使ってる銀行ってわけだね。なるほどな、勉強になるぜ。な、長子さんも育ちましたね。パンダさんが知っててよかったです。でもお前よく知ってたな。
実は銀行強盗のために下調べした時に偶然知ってね。どいつもこいつも法律遵守する意識ないの、なんで？トランプ、なんとか上司さんも小学生になってよかったです。マジで赤ん坊の面倒見るの大変だもんな。これでゆっくりできペンギン、遊ば遊ば遊ば。ゆっくりできないのかよ。まあ小学生って遊びたい盛りだもんね。いつも遊んでるお前が言うと説得力ない。暇なんだよ、遊ば遊ば遊ば。うるせえ。まあ泣きわめかれるよりはマシか。一回だけだぞ、何するんだ。じゃあ大富豪しよう。ポーカーがいいんだけど金かけれるし。かけれねえよ、犯罪だよ。普段どういう遊びしてるかよくわかりますね。あて、あれどうしたんですか上司さん。いやトランプってなんで52枚なんだろうって。そんなのどうでもいいから早くやろうよ。あ、ブー、何やってるんですか。今までの苦労が振り出しに。ガンガー、やばい、早く答えないと耳が死ぬ。トランプは1年の52週間を表しているらしいぞ。これでなんとか静かに。は？なんで？もしかして不完全回答なんじゃないですか。は？確かにまだ秘密ありそうだしね。だとしたらこいつ答え知ってるじゃねえか。ああ、ありました。他にもトランプの数字も1年を表しているらしいです。へえ、数字もなんだ。1から13までの数字を全マーク分足すと364、ジョーカーを足して365になるそうです。あれ、でもジョーカーって2枚あるよね。2枚目のジョーカーはウルード氏を表してるんだよ。やっぱ答え知ってたのかよ。まあ俺トランプのジョーカーが大好きだからな。へえ、なんでですか。何でもやらせられるし、いつもキレる。ジョーカーのことブラック社員だと思ってやがるこいつ。バーコード、クソ、上司のせいで仕事が全く進んでない。もうなぜなぜ出ないようにオフィスから物なくせば。確かにな。よし、これで大丈夫だろう。すいません、打ち合わせに来たんですけど。なんだ。はあ、なんだこの男性の何がなぜなぜに引っかかったんだ。そういえばバーコードの数字の意味ってなーに。連想が失礼すぎるだろお前。大丈夫ですよ、子供の言うことですから。本当は子供じゃないんだけどね。バーコードの数字はね、最初の2桁が国識別番号、次の5桁がメーカー番号、その次の5桁が商品番号を表しているんだよ。あれ、でもバーコードって13桁ですよね。最後のは？いい着眼点だね。最後のはチェックデジットって言って、バーコードの入力ミスを検出するために使われる数字なんだ。へえ、どうやって確かめてるの？じゃあチェックデジットを除く数字の下に131313と書き並べてみようか。やってみたよ。そしたら上下の数字を掛け算して全部足して10で割ると余りが6になったよ。その6で10から引くとチェックデジットの数字と同じになる。ああ、本当だ。でもこれに何の意味が。スキャンする際に今の計算を一瞬でやって読み取りの間違いを防止してるんだよ。ありがとうおじさん、おかげでなんか成長できた気がするよ。え、なんか本当に成長してない？ちょっと得意体質なんです、すいません。ああ。親切に教えていただいてありがとうございます。まあ子供の頃の疑問に答えてあげるのは大人の役目だからね。こういった疑問を持ち学ぶことで教養が深まった大人になっていくと思うし。へえ。お、正直ずっと面倒くさがっていたが、なんかもっとちゃんと答えてあげればよかったですね。だね。仕方ない、上司が元に戻るまで付き合ってやるか。ま、そうしたらまともな大人になるかもしれないしね。そして俺たちは上司のなぜなぜにひたすら付き合い続けた。するとペンギンさんたち、ありがとうございます。まさか子供になるとは。あなた方のおかげで大人に戻れました。あの男性の言う通り、まともな大人に育った。しかし、どうしたんですか皆さん。お、俺たちは一つ数字にまつわる雑学を知った。2歳のなぜなぜ期の相手はブラックロードよりきつい。世の中の親ってすごい、そう思う俺たちなのであった。コラボイベント開催中、テーペンウォーズに SNS で話題の私立パラノマル高校が登場。某企画のエナドリでリコテアの能力地雷が暴発中。ペンギンたちを派遣して助け出そう。期間限定で特別ボーナスがもらえる。インストールよろしくな、ペシペシ。ファンアートの募集をしているぞ、詳しくはツイッターを確認してくれ。
書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのに辞められない。